吉川英治。三国志。五条弦の巻。麦青む。一。孔明は生徒に帰ると、すぐ参大して、天気を奉仕し、低竜禅へ合奏した。 一体いかなる大事ができて、各にわかに、真を召し返し遊ばされましたか。元より何の根拠もないことなので、帝はただうつむいておられたが、やがて。あまり久しく、正方の姿を見ないので、親わしさのあまり召し返したまでで、別に理由はない。と、正直に答えた。 孔明は色を改めて、おそらくは、これ何か内観の残によるものではありませぬかと、突っ込んで尋ねた。帝は目前たるままだったが。今、勝負にあって、初めて疑いの心も解けたが、悔いれども及ばず、全く、真の誤りであった。と、深く後悔の様を示した。 孔明は娼婦へ下がると直ちに宮中の内観たちの言動を調べさせた水死の不在中孔明を誹謗したり根もない流説を触れ回ったりしていた悪質の者数人は前から分かっていたのですぐ拉致されてきた孔明は彼らに質問した いやしくもケイラは戦いの後ろにあって、国内の安定と民心の繊意を励ます重要な職にありながら、なんで先に立って不穏な流説を行い、長屋の人心を惑わしめたか。一人の内観は懺悔してまっすぐに自白した。戦いが闇さえすれば、暮らし向きも気楽になり、 所持以前のような栄養が見られると存じまして、つい。ああ、何たる浅はかな、と、孔明は通惨して、彼らの小児病的な現実感を憐れんだ。もし職がケイラのような考え方でいたら、戦いは我から避けようとしても、義から押し付けてくるし、 語からも持ち込んできて、好むと、好まざるとにかかわらず、即興のうちにおいて、今日の戦争をしていなければなるまい。しかもその戦いは破るるに決まっており、その参加は、祈山へ出て戦う百倍もひどいものを見ただろう。しかのみならず、何じらはじめ職の民は、今日の戦後に働くどころの苦しみではなく、 ギや五の兵に、家も国土も蹂躙され、略奪領辱の浮き目に遭うは言うまでもない。長く五の奴隷に脅され、義の牛馬にされて、小気使われるは知れたこと。今日の不平と、その浮き目と思い比べて、いずれが良いと欲しているか。内官たちは皆、深く神戸を垂れたまま、 一言の言い訳もできなかった。しかし、おそらくこれは敵国の謀略だろう。一体、我が軍、艦、民の離反をかすような風説は誰から出たのか。ケイラは誰から聞いた。その出所をだんだん探ってみると、結果、 公安というものであるということが明瞭になった。すぐ娼婦から保安隊の兵がその住居へ捕獲に向かったが、時すでに遅かった。公安は風を食らって、とうに儀の国へ逃げ伏せていた。公明は百官を正し、昌園、 火などの大観にも限界を加え、再び息を改めて冠中へ向かった。連年の水死の兵の疲れも思われたので、今度は全軍を二つに分けて、一班をもって冠中に残し、一班をもって祈山へ進発した。そして、 これの戦場にある期間を約三月と定め、百日交代の生を立てた。要するに、百日ごとに、二軍実月のごとく戦場に入れ替わって、絶えず神聖な士気を保って、義の大軍を砕かんとしたものである。諸区の健康九年は、義の対話五年にあたる。この春の二月。 またも急は洛陽の人心へ伝えられ、義定は早速力と頼む芝居中達を招いて。孔明にあたる者は恩身を置いて他にはない。国のため、神明を尽くしてくれよ。と、軍政作戦すべてを託した。送信大届すでに見まかる。この上は、 微信の力を尽くして、日頃の御恩にお答え申し立てまつらん。芝居は早くも長安に出て、全義軍の配備に当たった。すなわち左将軍長高を大戦法とし、各愛に老聖の諸軍を守らせ、彼自身の中軍は堂々、右翼左翼、前後軍に守られて、伊水の前に大臣を引いた。 二、祈山は霞、遺水の流れもぬるんできた。春日の父たる天、久しく両軍の顧問ならなかった。中達はある日、長公と会って語った。思うに孔明は相変わらず、兵糧の悩みに主食風を巡らしているだろう。老生地方の麦もようやく実ってきた頃だ。 彼はきっと静かに軍を向けて、麦を刈り取り、兵食の助けにあてようと考えるに違いない。老生の青麦は莫大な量です。あれを狩れば、優に食軍の職は足りましょう。御変は翡翠にあって、鹿と紀山へ対しておれ。芝居自らこの軍を率いて、 老に入れ向かう孔明の目的をくじいてみせん彼はこう意図した伊翠の陣には長江と四万基を残したのみでその世の大軍全てを動かし彼自身これを率いて孔明へ向かった中達の六冠は謝らなかった時も孔明は 老生の麦を抑える目的で路上を包囲し首相の孔を入れて。麦は今どの地方がよく熟しているかとその交渉に質問していた。今年は路上の方が早く売れているようです。それに路上の方が麦の質も上等です。こう聞いたので孔明は 占領した路上の守りには、超翼と馬中をとどめ、自ら残余の軍を引き連れて、路上へ出て行った。すると、先駆の正体から、路上には入れません。すでに義の軍馬が充満しており、中軍を望むと芝居中達の旗が見えます。と報じてきた。 孔明は下打ち鳴らして。あれほど密に材も出てきたが、彼はもう我の麦をからんことを計り知ったか。さもあらば、中達にも腐敗の構えがあることであろう。我とて世の常の気組ではそれに打ち勝てまい。深く期して、彼はその夕べ、沐浴して身を清め。 平常常用の四輪車と同じものを四両も引き出させた。やがて夜に入るや、孔明の威墨には三名の将が呼ばれて、何事かひそやかに遅くまで語らっていた。一番に脅威が底を出て、一両の車を引かせて自陣へ帰った。二番目に、 馬タがまた一つの車を持って帰った。三番目には義援が同じように自分の陣へ一つの車を運んでいった。かくて残った一両はしばし星のもとに置かれていたが、やがて A を出てきた孔明が自身それに乗って、観古、用意はできたか、と、 出陣を促した。お、と、遠くからいらえて、観光は怪しげな一軍隊を差しねいて、たちまち車の周りに配した。まず、車の左右に、二十四人の屈強な武者が立ち並んで、それを押した。皆素足であり、皆黒き繊維を騎 皆、みな髪を振りさばき、また皆、片手に鋭利な真剣を下げている。さらに四人、同じ姿の者が、車の先に立ち、北斗七世の旗を五分のごとく捧げていた。そして、なお五百人の古兵が、こう思ってこれに従い、やりたい千余機は、 禅と幾壇にも分かれて孔明の車を衛星のように取り囲んだ孔明の装束も常とは少し変わっているいつもの隣勤ではなく頭には華やかな三冠を頂い,いている衣はあくまで白く拝見の主勤が嫁にも散乱としていた また、観光やその他の旗本は、皆天保の模様のある赤字二式の戦方を着、馬を飛ばせば、さながら炎が飛ぶかと怪しまれた。かくてこの天より下れる奇心の人家とも疑われるこの妖装軍は、信仰に陣地を発して、老城へ向かっていった。その後から、 約三万の歩兵が前進した。これは手に手に鎌を持っているのだ。おそらく戦いの隙を見ては麦を買って、これを後方へ運搬する手はずのものとに組織された軍であろう。日頃の行軍編成とはまるで違う。何しても異様なるありさまであった。 疑本軍の全体を紹介していた物見の兵は行天した。苔マロンで武将に告げ、武将はこれを中軍へ急報した。何奇心の軍が来たと芝居はあざ笑って陣頭へ馬を進めてきた。時はまさに牛の真夜中であった。